こんにちは。今日は5、6年生の、皇室昇級試験ですね。こちらの課題を書いていきたいと思います。こちらですね。爽やかな新緑の風にって書かれているこちらなんですが、今回は4月ということで、あと新学年に、ね、なってますよね。で、4月なのでかな、多分ね、優しいです。かなり本来 の、 5、6年生はもう少し難しいんですが、多分ね、4月だからっていうところでだんだん難しくなると思うんですよ。なのでね、今のうちにトントントンと上がってってほしいと思います。行になってますので、新しい5年生は少し難しく感じるかなと思うんですけど、こう真ん中に線があるものだと思ってください。で、行の時の書き方として串刺しにするように真ん中に揃えます。で、ひらがなと漢字の大きさに差をつけていくんですが、今回のこの課題っていうのがちょっと字数が少ないんですよ。で、字数が少ないのでひらがなもやや大きめになりがちなんですが、そんなに大きくなく書きたいですね。差をやっぱりつけたいっていうところもあるので、でもこれでもね、結構大きい方です。で、しっかり感覚も取れてる方です。気脈をと考えていきたいところです。爽やかなって書くときとかも、和のこう終わりからこう来て矢に入るんだよっていうところで、ここから蚊に行くよ、こういう感じで、何行くよっていう感じの、ここほら行くよっていうのが見えますよね。こういうのが見えるようにゆくゆくはなってほしいんですよ。今回はこのお手本もそうなんですけど、まだまだ4年生の漢字が残ってるんですよ。だから一字一字が結構ブツッとぶつ切りな感じで見えてますが、多分新6年生はわかるかなと思います。爽やかな新緑の風にって漢字がここで出てきますけど、新っていう字は作りがこれ下がる字なので、こうですね、辺はこうです。こっち斧作りですけど、ここしっかりギューッとね、ここをなるべく長めに持ってくる。で、ほらちょっとこうやって落ちてますよね。落ちる字ってそのほとんどここ上がるかな。で、斧作りはこう落ちることが多い。あと大里とかもね、小里編じゃないですよ、こっちじゃなくて作り側に来る大里ですね。これもこの上の部分が開いたりする字なんですけど、これね、ここを開けるのと同時にこうやって下がる字で、芯はまあいいとして、次緑、緑は、緑っていう字ですけど、普通に作りが上に上がる字なので、この斧作りからちょっと下げて、もうちょっと下げてもいいかなっていうぐらいですね。ここから入るとき、ここからこう、まずちょっと糸辺の形から説明すると、ちょっとしっかりめに入れて、こことここ揃えるようにします。で、ここから出ないようにっていうことと、糸ではなく糸辺なので、こっちの点を少し上にするように、で、右側を大きく開けておきます。で、こういうふうに上がっていくっていうのは、作りがこう上がるからですよね。こんな感じで持ってくる。で、こっからこうです。大きいですよね、結構ね。で、こういうふうに上がるってことなので、糸辺を下げておきましょうねっていうことなんですが、この字はでも書きやすかったな。新緑っていうこのつながりは出しやすいですね。そう、その2文字の字によってはね、すごい書きづらいものもあるので注意なんですけど。で、これ次もそうです。例えばこれ見てください。ここに風、これの風ってありますけど、風っていう字かなり上がりますよね。こういう風にね、上がるので、
のから風の一画目を例えばこの辺に書いた場合にこうやってぶつかっちゃうじゃないですか。上がれなくなるんですよ。だからね、どうしてもこう平坦になっちゃうんですけど、上がりたいので一画目を下げるんです。で、5,6 年生はだんだんこれちょっと行書の要素が少しだけ入ってくるんですよ、徐々になんですけど、それの関係もあってなるべく一画目を下げるんだっていう意識、ここから下げるっていうのを頭に置いておいてください。そうするとこう上がることができるので、でここをまた下がってきてこうですよね。この傾斜がねしっかり出ますよね。こう横にして内側、これがねもう少し長くてもよかったかな。ここがこうになってここに隙間ができると綺麗です。うん。で2、うん、2とかもここに隙間ですね。そう、のり、大勢ののりっていう感じです。乗る、これ書き順が結構紛らわしいかな。うん、行頭は揃えます。ここね、上の部分で横に1,2,3長くしとく。4,5,6、うん、でここです。縦しっかり入れて7,8ストン9、そうで、のり、大勢の、ほらこの漢字の一つに対してりって小さいですよね。こういう差をつけるんですよ。次漢字きます。大勢です。こうしっかりしといて頭出して、こう大勢キュッキュッてして、1,2,1、ここもほら左側こういう風に出して、1,2,1って言いましたよね。これここからキュッとこちら側をこういう風に出す。でこうしてこうで、力、大勢の登山客、登山客下入るかな。でこの辺りからもう下のことを考えてくださいね。ちょっとね、入るかどうかっていうところ、うん、漢字が3文字です。登山客が登山、1、2、立てる、結構縦目でまっすぐライン、1、2ですね、3、4、5、6、7、8、9、立てて、10、11、12、そう、私がね今立ててって言った部分が結構重要です。こことかね、こういう部分、狭くなってくると結構焦りが出てきて、詰めなきゃ詰めなきゃって思うと立てられなくなってくるんですけど、逆に立てないと空間が潰れちゃうので、落ち着いて立てましょう。はい、山、こうですね、この一応お手本に沿ったような感じで書いていきます。山がねこういう感じで今回なってるので、これに合わせていきます。客という字、こうしといて、うかむり、こちら長くしましょう。でここよりもこちら側に力が強い感じを出します。でこう切ってちょっと下げ気味にしといて小さく跳ねる、こう、ここにちょっと隙間ができるかなっていう感じの跳ね方の方が本来いいですね。毛筆だとすごく分かりやすいですけど、でこういうラインでいいんですよ。これね、長さがねちぐはぐしてます。でこうですね、ここも結構縦めな感じです。スッと持ってきて、登山客が
参道を歩いていました。そうですね、山が2回出てきますね。はい、上からこうこうしっかりとで、少し長めにこちらを出しましょう。ここね、道という字です。1,2ってきますけど、2画目がこう上に来るようにこういうラインで持ってきたいので、ここから下げて1上がって2、下からまた上がって3で、こうです。こういう風に持ってこれると綺麗に使えるかな。1,2ですよ。3こうやって風に上がってきます。で1,2,3これを閉じたら、心経の書き方です。トン、天上の方、天はね結構上ですよね。まあこれよりは下ですけど、次ポイントなのはここに隙間を空けることです。トンって降り、あの点引いたらストンって降りて1ギュッと内側に入って、この部分が近づくんだなって思ってください。ストン、こんな感じですね。参道をここギュッと、ひらがなのことをね、ひらがなの形忘れがちですけど、あのね、5、6年生ね、なんか漢字の方ばっかりに気がいってしまったりとか、行だからなんかちょっとそっちを気にしてね、なんかこう隙間とかっていうところ、難しいところばっかり行きがちなんですけど、基本的なところもね忘れないように、尾の形ストンって降りるんだったなっていうのとかちょっと思い出してください。でここ中心がここにあると思って、ここですね、歩くという字です。こうギュッと上がって、こっからこうギュッと、こういう線の質が出るといいですね。でこういうところあんまりこの内側なの、中側から出てこないように、こういう接続部分を見せるような感じ、こう引いてあげて、横へ横へ、あやってしまいましたね、ブチってすごい今音がしましたけど、今ちょっと横横って言いながらすごい力入っちゃった。でこうなった時は焦らずにちょっと整えてからね使ってください。あのそのまんまだと思ってやっぱね変なんですよ、よく書けないしね。ちょっとショック。もうねこの鉛筆ねいいんだけどね、もう短いんですよこれね、ちょっとね折れたのショック。でここしっかり入れ、あの止めて、ここ強いところ入れてギュッと、結構まっすぐですふにゃってしない。ここはね、あのね、これに対してこういうラインで持ってくるような、この広がりがあるとすごく綺麗なので、このラインでしょ、これをこういうライン、あのこの角度を出すためにはこれがこう寝かせちゃうとこのラインちっちゃくなりますよね。立ててあげること、より立てることでここの幅が出ますからね。歩いていました。ひらがなの連続のところ、気脈ちょっと意識してください。いいでしょう、まあでしょう、次見てね、まからしたこんな感じですね、流れとして。小学5年でいきましょう。5難しいですよね、5年ギュッと上がる線、ここ漢数字の3を書くみたいにこうギュッと上がる線で短く斜めにこれを引いたら真横まっすぐして下に下げるようにで、ちょっと短くしとくのがこれ、ここね短くしとくのがポイント。なぜなら下からギューッとなるから、膨らむってことはここ短くないとね突き出しちゃいますよね。はい、こんな感じですね。じゃあ昇級試験受ける人頑張ってください。
失礼します。